3月のワールド・ベースボール・クラシック WBC の日本代表に名を連ねるエンゼルスの大谷翔平投手とカブスの鈴木誠也外野手がキャンプ地の米アリゾナ州からチャーター機を利用して帰国する計画を立てていることが分かった発着する空港や日時など詳細は不明だが空港での一般客との混雑を避けさらに12時間を超えるフライトでの疲労を軽減することが目的とみられる移動にも細心の注意を払い 早ければ3月2日夜に侍ジャパンに合流する世界一のため打てる手は全て打つ WBC フィーバーが過熱する中安全面に細心の注意を払いメジャー選手の体調を整えることを最優先する考えだ大谷は28日同3月1日午前5時開始予定のオークランドアスレチックスとのオープン戦に先発し藤浪晋太郎投手と投げ合う予定だカブスの鈴木も オープン戦や実戦的な打撃練習ライブ BP で数多くの打席で実戦感覚を養ってから帰国する具体的な到着空港や時間は不明だが早ければ3月2日に到着する見込みだ機内の VIP な空間で人目を気にせずリラックスできるメリットがあり十分に休養して日本に降り立つことが可能だ3月3日4日にバンテリンドームで開催される中日との走行試合に メジャー組は契約などの事情で出場できないが集結の場は名古屋になりそうだすでに合流し宮崎で強化合宿に参加しているパドレスのダルビッシュ有に加え大谷と鈴木が揃う日系人選手として初めて選出されたカージナルスのラーズ・ヌートバーは日本到着が早ければ3月2日に見込まれその日のうちに名古屋に入り3日の練習から参加できる可能性がある。 レッドソックスの吉田正尚についてはアレックス・コーラ監督によれば現時点では3月2日同3日に米国を立ち帰国の途につく見通しだという日本代表の練習への合流は早ければ4日になると見られる今回のチャーター機での移動には体調面へ万全を期す狙いがある通常アスリートの場合体内時計を整えるための時差調整には1時間に1日が必要と言われている 米アリゾナ州と日本の時時差は16時間。2人の到着は3月2日とみられ時差調整も十分にできないまま9日の1次リーグ開幕戦対中国に挑まなければならないだからこそコンディショニングにベストを尽くすためチャーター機で帰国する3大会ぶりの世界一へ移動も最善を尽くす野球日本代表侍ジャパンに選出されたカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が2人 大谷翔平投手を溺愛していることで知られているベン・バーランダー氏のポッドキャスト番組「フリピン・バッツ・ポッドキャスト」内でロングインタビューに応じた。日本との関わりや代表入りのきっかけ大谷についてなど語り尽くした日本代表入りは可能性があると思っていた母は日本国籍だし資格はあるとは思ったが日本生まれでない選手は過去代表になってなかったというヌートバー。 ミルウォーキーにいた時一平が連絡してきてどの程度興味があるか聞きたいと言われたそこで書類が必要なら何でも送るって返したんだ興味は当然あった自分に資格があるのかとか日本側が僕に興味があるのか探るのに少し時間がかかったと振り返っている大谷や水原通訳とは面識がないというがインスタをフォローされたか DM をもらったかで「最高」 こんな嬉しいことはないって感じだった。全然知らなくて、まだ実際に会ったこともない。会ったら彼を思い切りハグして、感謝してると伝えるよと笑顔を見せた。そんな大谷とは、同じチームで世界一のために戦うことになる。彼はおそらく史上最も才能ある選手だ。彼のやり方を見て、吸収するのが待ちきれない。 チームメートになるのはとても粋な経験になると思っているんだ今回の代表入りが決まって最初に思ったのはそのことだった翔平と同じチームにならなきゃ翔平のプレーを見なきゃってねと待ちわびたさらに多分 MLB に来ることになるであろう若手投手らともプレーできるとても特別な経験だ本当に楽しみだと胸を高鳴らせた 代表入りには日本人の母も大喜びだったそうで母が育った国を代表できる母は毎日僕を助けてくれて僕のために多くの犠牲を払ったこのことで母が注目を浴びるのは自分にとって特別なことと感慨深げ侍ジャパンのグッズが全部売り切れで母は全然手に入らないんだ日本はものすごいことになっているようだ待ち遠しいよ 東京ドームは大盛り上がりになるだろう。まさに夢が叶うといった感じ、と一時ラウンドでグラウンドに立つことを思い描いていた。